どうも、トモです。この動画はミニチュアルームを使ってムービーライティングについていろいろと勉強していこうかと思います。まあ、ライティングって難しいって思えるかもしれないんですけど、以前マイケル・ゴイさんっていうAAC アメリカの撮影監督協会 の元理事長かな、まあ、理事長というのか会長というか、の照明の講座のその動画だったんですけど、そこのところでライティングは4つの要素に分けて考える、それが非常に僕に印象に残ってたので、今回はそれをやっていきたいと思います。4つの要素。色、その光源は何色なのか、角度ですね。電気が上から、もう上についてる電気なのかな、窓から来る太陽光なのかな、まあいろいろとあると思うんですが、明るさ、暗いのか明るいのか、で影の質、まあ硬さですよね、柔らかさ硬さ。例えば直射日光とかは非常に硬い、影がはっきりと出てくる光だと思うんですけども、その逆が曇天の時、曇天の時ははっきりとした影が見えるっていうよりも、もう全体的にソフトにこう包まれるような光になっているっていう、この硬さの度合いをコントロールするっていうことですね。この4つに分けられると思います。ではそれを念頭にこれからライティングやっていきたいと思います。で今回ライティングに使っていく道具なんですが、100円均一で買った LED の懐中電灯に今クリップつけて、それでもこれも100円均一の三脚の足ですよね。これも100円均一で買ったやつで、あとはトレーシングペーパー、まあ、このままだとちょっと使いにくいので、こういう感じで、あとこんな感じで、まあ、白い紙で、まあ、こっちこうなんだけども、まあ、裏側黒くしたものとかを使って清々しい割と明るい朝っていうものを再現してみたいと思います。では、始めていきたいと思います。まず朝、明るい朝、朝の光なんですけれども、光源は朝の光というと多分太陽なんじゃないかなと思います。なので太陽の光は、まあ、今僕の持ってる手持ちのこの懐中電灯だと一番強いのこれかな。じゃあこの一番強いのを太陽として置いてきます。でどこから光が来るのか、部屋の光なので太陽の光が入ってくるのは窓かな、なので窓のところからこんな感じで、でよいしょ、で窓の光で割とこう朝は光がぐーっと中に入ってくる、太陽が割と低い位置にあると思うので、まあ、中にぐっと入ってくるのかなと思うので、まあ、ちょっと低い位置に置いて、どうでしょうね、もうちょっとこっち中にね、気持ちいい中に入れようかな。でちょっとこれだと明るすぎるから少しこう外して、でよいしょ、どうでしょう、ちょっとベッドの方にねこう光が入る感じで、よいしょ。でさてと、まずは光源がこう太陽の光を入れたんですけれども、まあ普通の家だと4面こう壁があって、で、まあ、天井にも天井があって、でその太陽の光がその壁のところをこう跳ね返って全体的に明るくなるんですけど、まあ、このようにこう、セットのような感じのこう2面しかなかったり3面しかないものだとすると、でしかもこう天井がなかったりするとこんな感じでちょっと暗いんですよね。なので全体に光が回ってるような感じの光を入れていきたいと思います。で中に光が回っている状況、反射して回っているので、多分その光は柔らかい光だと思うんですね。なので柔らかい光で、この窓から入ってくる光よりも多分暗い感じだと思うんです。なのでこの中で暗そうな光、これかな、
をやって入れていきたいと思います。でどれどれ、まずこれをそのまんまこう中に入れるとどうですかね。ちょっと他のもう一つの太陽の光源をちょっと潰して、でちょっとハードライトになっているのかなと思うので、ここに先ほどのトレーシングペーパーで光を柔らかくしてみたいと思います。よいしょ、ここにこう屋根のところというか、まあ天井のところにこう置いて、でよいしょ、乗っかれ、よいしょ、うん、よいしょ、どうだろう、もう少し中の方に光が入れば、あ、落ちちゃう、これよいしょ、こうしてこれをもう少しこの方向にして、さてと悪くないんじゃないのかな。でもなんかまだこう朝っぽくないな。ちょっとこれ強いかな、もう少し下げてあげようかな、はい、はいはい。で次に気になるのがこの窓の外ですよね。太陽の光が入ってきているんだけれども窓の外がかなり暗い。で今回ちょっとこの今組んでるところの外側に白い紙を貼ってるので、そこの白い紙にこのもう一つの懐中電灯で明かりを当てて明るさを今日アレンジしてみたいと思います。よいしょ、こっち、でちょっとこれ高さが高いから、よいしょ、どうだろう、うん、あ、いいんじゃないかな、はい。で次にですね、まあ先ほどこう出たカメラのそのカメラというかそのライティングの要素のところで一番最初のところに気にしてた色で、多分太陽の光で朝というともう水平線上からある程度上がって色も安定した時じゃないのかなと、もう青くもないしというので、これを見てみるとちょっと青いんですよね。でこの懐中電灯自身がかなり青い光を出しているので、こっちのカメラの方でホワイトバランスをとって光の青さを白に近づけたいと思います。ホワイトバランスで、これぐらいかな、ちょっとこう太陽のやつが、太陽の光がベッドに当たってほしいな、もう少し上げたらベッドに当たるかな、ベッドに当たってほしいな、よいしょ、逆から置こうかな、逆からね、よいしょ、よいしょ、そしたらばもう少し明るいさ、明かりがついてくれないかな、わかりますか、これ今度は白い紙を反射するようにもう一個の壁に当てて、わかります、なし、あり、なし、あり、よいしょ、これをこんな感じで当てて、太陽光、まあいっか、太陽光これぐらいかな、よいしょ、ちょっとだけ引いて、はい、
どうでしょうか。朝の寝室出来上がりました。いかがでしたでしょうか。これからも動画を上げていこうと思うので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。